水曜日のダウンタウンでやりすぎコロナ対策ドッキリなどコロナをネタにした映、ね、画放送された、される予定みたいです。コロナで亡くなった方、今でも交渉で苦しんでかったのに、こんな面白いかもしこわれないですが、どうなるのと批判の声が集まってます。古木さん、この企画についておもろいですか僕、放映すべき派なんですよ。内容は全く分かんないんですけど、あの、その企画の内容だけで、世の中の人が勝手にその中身を決めつけて、放送させなくするというのは良くないと思ってるんですよ。 あの、橋本元大阪府知事の、あの、おの、そのなんかいろいろなその過去を、あの、まあ、研究するという記事を、あの、大英の本を書いた、えっ、ー、と、佐野さん、佐野、なんか漢知一文字さんが、あの、文春だか新潮で連載してたんですよ。で、それも書いてる途中で、その差別につながるっていう形で、 あの、連載終わっちゃったんですよね。なので、そういう感じで、その、文章をまず書かせてみて、その文章の内容が良くないのであれば、確かにそれは良くないよね、というふうに判断すべきだと思うんですよ。で文章が世に出て、はい、佐野慎一さんです。すいません。なので、あの、その、水曜日のダウンタウンも、その世の中に出してみて、このいじり方は良くないよね、っていうのが明確になった上で、これは良くないと叩くのは僕は正しいと思うんですよ。 でも、その、実際企画案だけで、中はそんなに問題ない可能性もあるので、なんでそれであれば別に流してもいいじゃないかってなるんですけど、もうその企画だけでこれ流しちゃいけないよねってなっちゃうと、なんかコロナをいじってはいけないみたいな、よくわかんないことになっちゃうと思うんですよ。でも別にあの、なんかコロナをいじること自体は僕いいと思うんですよ。そのなんかあの、別にじゃあコロナのガス給湯器は昔よく爆発したよねみたいな、よくわかんないんで、でもいいじゃないですか。 はい、すいません。あの、佐野さん2文字でしたね。佐野真一さん2文字でした。すいません。っていう、あの、割とキャンセル文化になってしまうと思うので、なので僕はその内容を見た上で判断した方がいいんじゃないか、派でさえ。